ストエフスキー作工藤誠一郎役澄と罰前回の続きからですおいおいだいぶ頭にきたようだなどうして僕があの女を 受け合うよ、よ。いして面倒はないよ何でもいいからつまらん話をしてやりゃいいんだそばに座ってしゃべってるだけでいいんだよそれに君は医者じゃないかまあどこか悪いとこを見つけてやるんだな絶対に後悔するようなことはないよあの部屋にはピアノがある君も知っているように僕はちょっとばかり叩くんだ 僕は一つロシアの歌を知っててね熱き涙に濡れてという現代のだがねあの女は現代物が好きなんだよ結局その歌が元になったわけさ君のピアノは名人芸じゃないかルビンシュタインばりのさ「受け合うよ決して後悔はしないぜ」 おい、君は女に何か約束でもしたんじゃないのかえ一札入れたんだなきっと結婚の約束でもしたんだろうとんでもないよしてくれそんなものは何もないよそれにあれは全然そんな女じゃないチェバーロフとも会ったんだええそんなら捨てちゃえよ それがそうもいかんのだよ。一体どうしていかんのだ。それがさ、なんとなくそうはいかんのだよ。ただなんとなくね。あそこには君、人の心を引き寄せるものがあるぜ。じゃあどうして君は彼女を誘惑したんだ。何、僕は全然誘惑なんかしないよ。かえって僕の方が誘惑されたのかもしれん。 ももととバカだからなあの女はそばに誰かが座ってため息をついてさえいれば君だろうが僕だろうがそんなことはどうでもいいのさそこは君何と言ったらいいのかなそのそう君は数学が得意だったな今でもやってるだろう知ってるよまあ先文学でも教えてやるんだなほんとだよ冗談じゃない 僕は真面目に言ってるんだ。あの女には何だっていいんだよじっと君を見つめてため息をついてそうやって一年でも座っている女なんだよ僕もいつか2日間ぶっ通しでプロ社の乗員の話をしてやったことがあったよ何を話したらいいのかわからなくてさあの女はただため息をついて熱っぽい顔をしていただけさ 恋の話だけは禁物だぜ。恥ずかしがって目を回してしまうまあそばを離れられませんってそべりをしてちょいちょい見せるんだなそれでたくさんだよ居心地のいいことは絶対だぜまるで家にいるみたいさまあ読んだり座ったり寝そべったり書いたりしてるんだなせっぷんしたってかまわないぜただし慎重にな でも何のために僕があの女とええどうもうまく説明ができんねえ君たち二人は全くのお似合いだと思うんだ僕は前にも君のことを考えたんだが君もいずれはそういうことになるんだよそれなら早かろうか遅かろうか同じことじゃないかあそこには君その随分うこん布団主義ってやつが根を張ってるぜ うん、しかもウコンぶとだけじゃないあそこには人を引き寄せるものがたくさんあるよいわば世の終わりだよ怒りだよ静かなはとばだよ地球のへそだよおとぎ話の世界だよプリン油っこい大きなピローグ夜のサモワール静かな玉息。いきかい女物の道着。 ポカポカの寝床、そういったもののエッセンスだよまあそこに入れば君はまるで死んだような状態にありながら同時に立派に生きているいわば両方のいいところを同時に味わえるというわけださて君ちょっとエンジンがかかりすぎちゃったよもうそろそろ寝るとしようや僕はね夜中に時々起き出して やつの様子を見るる。ことにするまあおそらく心配はないと思うがね「君は別に気にせんでいいよ」「何だったら一回ぐらい覗いてやるさ」「でもちょっとでもまあ上ごととか熱とか変なところが見えたらすぐに僕を起こしてくれ」「まあないとは思うが」「2。 ラズミーヒンは翌朝7時過ぎに不安な重苦しい気分で目を覚ましたいろいろな新しい思いがけない疑惑がその朝不意に彼を襲ったいつかこんな気分で目を覚ますことがあろうとは彼はこれまでに考えたこともなかった彼は昨日のことを最大漏らさず思い返してみて 自分の身に何か異常な出来事が起こりそして今まで全然知らなかった従来のものとは似ても似つかぬある感銘を受けたことを悟ったそれと同時に彼は自分の頭の中に燃え上がった空想が到底実現されぬものであることをはっきり自覚していた。 あまりの馬鹿らしさに彼は恥ずかしくさえなって慌てて忌まわしい昨日が残してくれたほかのもっと現実的な心配事や疑惑へ頭を切り替えた思い出してもぞっとするのは彼が昨日卑劣でいやらしい行為をしたということだったというのは酔っていたというだけではなく 一人の娘の前で、その娘の弱みにつけ込んで、おろそかなそそっかしい嫉妬心から、娘の言い名づけを、二人の間の関係や約束を知らないばかりか、その男の人柄をさえろくに知りもしないで、口汚く罵ったことである。それに彼には、その男をそれほど慌てて、しかも警察に避難するどんな権利があったろう。 そして、誰が彼を裁判官に招いたのだ一体アブドージャ・ロマンドブナのような娘が金のためにふさわしくない男に身を委ねるなんて果たしてそんなことができるものだろうかしてみるとあの男にはいいところがあるわけだではあんな宿を選んだのはでも実際のところ あれがどんな宿かということが、どうしてあの男に知り得たろう。それに住まいを準備中だというではないか。ぜ、何という卑劣なことをしたものだ。酔っていたことが何の言い訳になる。ますます彼を下劣にする。愚かな言いのがらに過ぎぬ。酒は本当のことを言わせるというか。 本当のことがすっかり口に出てしまったのだつまり彼の嫉妬深い雑な心の汚らしい泥がすっかり吐き出されてしまったのだそれにこんな空想がいくらかでも彼ラズミーヒンに許されるものだろうかあのような娘と比べた場合彼は何者だろう飲んだくれの 乱暴者のくせに昨日あんなにいばり腐って一体これほど厚かましい光景が対象がありえるだろうかこう思うとラズミーヒンは真っ赤になったすると不意にまるでわざとのようにその瞬間昨日階段のところでアブドーチャ・ロマーノブナと一緒のところを見たら女将が嫉妬するだろうと言ったことが。 ままざまざと思い出されたこれはもう耐えられなかった彼はいきなりげんこつを振り上げて力任せに台所のペチカを殴りつけて自分の手を傷つけレンガを一枚たたき割った無論一分ほどすると彼は自分を卑下するやりきれない気持ちになりながら 自分に言い聞かせるように言った。無論もう今となってはこれらの卑劣な行為は塗りつぶすことも消すこともできない。だからそれはもう考えてもしょうのないことだ。それよりは黙って2人の前へ出て自分の義務を果たすことだ。やはり何も言わずにそしてそして許しもこわず。 何も言わずにそしてもう無論何もかもダメになってしまったんだそう言いながらも彼は服を着ながらいつもより念入りに服の具合を調べた彼には着替えの服などなかったが仮にあったとしてもおそらくそれは着なかったろうこれでいいんだ 意地にもも着るものか。しかしそうは言っても世をすねたような汚らしい格好でいるわけにもいかない彼には他人に嫌な思いをさせる権利はないしまして相手が彼を必要として来てくれるように頼んでいる場合はなおのことだ彼は服に念入りにブラシをかけたシャツだけはいつもまあまあだった この点だけは彼は特にきれい好きだった彼はその朝丁寧に顔を洗ったナスター社のところに石鹸があったので髪や首筋を洗い特に手には念を入れたゴワゴワのひげをそろうかそるまいかという問題になるとプラスコービアパーブロブナのところには ツィン氏が亡くなってからまだそのまま保存されている素晴らしいカミソリがあったこの問題は向きになって断固としてはねつけたこのままでいいそったのは下心がなんて思われたらどうするそうともきっとそう思うに違いない死んでもそるものかそして そして要は、俺がこんな雑な汚らしい男で、態度がやいだということだ。それに、仮に俺がせめていくらかでも礼儀をわきまえた人間だと、自分で承知しているにしてもだ。そんなことが何の自慢になろう。誰だって礼儀をわきまえた人間であるはずだし、おまけにもっと清潔で、それに、何と言っても俺には、 といろいろとつまらんことがありすぎた。俺は覚えている。まあハレンチとは言えないまでもしかしやはりそれに何ということを考えていたのだ。ふん、これを全部アブルーチャ・ロマードブナと並べてみたらどうだろう。全く嫌になる。構うもんか。なにわざと汚い。 油でとろとろのやぼったい男になってやろう。勝手にしろだ。もっともっと汚くなってやるぞ。こんなモノローグをしているところへ、ブラスコービア・パーブログナの客まで一夜を過ごしたゾシーモフが入ってきた。彼は家へ帰ろうとして、手がけに。 急いで病人の様子を覗きに来たのであるラズミーヒンは病人はぐっすり寝ていると伝えたゾシンモフは病人が目を覚ますまで起こさないようにと言って十時ごろ寄ることを約束したそれも彼がここにいるならだぜと彼は付け出した全くしょうがないな 自分の病人が思うようにならないなんて勝手にしろと言いたくなるよ。君どう思うやつがあちらへ行くかいそれともあちらがここへ来るあちらが来るだろうな。と質問の目的を悟ってラズミーヒンは答えたそして無論ん、内わの話を始めるだろうさ。 僕は席を外すよ。君は医者として僕よりも権利があることは確かだよ。僕だって神父じゃないさ。来てすぐ帰るよ。他にも用事がたくさんあるからな。一つ心配なことがあるんだよ。とラズミーヒンは渋い顔をして遮った。 昨日僕は酔った紛れにみちみちやつにいろんなバカなことをしゃべってしまったんだよ。いろんなことをさ、ついやつが、発狂しやしないかと君が恐れているってことまで。君はそれを昨日夫人たちにも喋ったろう。確かにバカだったよ。殴られたって仕方がない。ところで、正直のところ。 君にはそう思う何か確かな根拠があったのかいよせよ冗談だって言ってるじゃないか確かな根拠には恐れ入ったね君こそ僕をここへ連れてきた時編集卿らしいといろいろ説明してるじゃないかそれに昨日僕らは火をかきたてるようなことをしてしまった君が悪いんだよあんな話をするから ペンキ職人のことさ。彼が自分でそれを考えて気が変になりかけているらしいところへあんな話をするやつがあるものかあの時書内で起こったこととなんとかいうバカどもがそれを怪しいと睨んで彼を侮辱したことを僕が詳しく知ってたらよかったんだそしたらうん昨日あんな話はさせなかったはずだだいたい 編集教ってやつは一滴の水を太陽ほどに考えたりありもしないことをまざまざと見たりするんだよ僕の覚えてる限りでは昨日ザミョウトフのあの話を聞いて問題の半分は分かったねそうだよそうだよ僕はこんな例を知っている40くらいのヒポコンデリー患者が毎日食卓で 8歳の少年に笑われるのが我慢できなくてその子供を切り殺してしまったんだ彼の場合はボロボロの服鉄面皮な警察署長起こりかけていた病気そしてそんな嫌疑しかも強敵なヒポコデリー患者で人一,一倍虚栄心が強いと来ているおそらくここに病気の一切の根源があるんだよ ままくいいしい。しかしあのザミョートフってやつは本当にうむな坊やだよただふむ、昨日あれをすっかりしゃべったのはまずかった口が軽すぎるよでも一体誰にしゃべったんだ僕と君にじゃないかボルフィーリーもいたよ それがどううしたというんだい。ポルフィーリーに聞かれて悪いのかところで君はあの人たちにつまりお母さんと妹さんにだかなりの影響力を持っているらしいね。今日はもっと気をつけて彼とくじを聞くことだな。わかってるよ。とラズミーヒンはしぶしぶ答えた。 それにしても、なぜ彼はあのルージンとやらにあんな態度をとるんだろう。金はあるし妹さんも嫌ではなさそうだしそれにあの親子は一文無しじゃないのかいえどうして君はつまらんことを詮索するんだとラズミーヒンはじりじりしながら叫んだ。 金があるかないか、なぜ俺が知ってるんだ。自分で聞いてみろよ。わかるかもしれんぜ。じゃ、どうしてそう君は時々バカになるんだろうな。昨日の酔いがまだ残ってるんじゃないのか。じゃあ帰るよ。君のプラスコービアパワープロブナに宿のお礼を言っといてくれ。ドアを閉め切ってさ、ドア越しの僕の ボンジュールに返事もしなかったぜ。そのくせ7時には起き出して台所から廊下を通ってサモワールを運ばせていたよ僕なんかには顔を見せるのも汚らわしいってわけさちょうど9時にラズミーヒンはバカーレフのアパートを訪ねた二人の夫人はもうかなり前から待ちきれの思いで彼を待っていた 二人は七時、いいやもっっと前に起きていたのだった。のだ彼は闇夜のような暗い顔で部屋に入るとぎこちなくお辞儀をしたがすぐにそれに向かっ腹を立てたむろん自分にである彼は独り決めをしたのだった プリエリアアレクサンドロブナはいきなり彼の前へ駆け寄ると両手を取って今にもその手に接吻線ばかりにした彼はゴワゴワチラとアブドーチャロマンドブナへ目をやったところがその強気な顔にその時感謝と親愛の表情と全く思いがけない 溢れるばかりの尊敬の気持ちが現れていたのであざけりのまなざしとつい出てしまった包みきれぬ軽蔑の代わりに彼は実のところ罵られた方がむしろ気が楽だったろうと思われてかえってすっかりどぎまぎしてしまったしかしいい具合に用意していた話題があったので 彼は急いでそれを切り出した。「まだ眠っているが経過は非常にいい」と聞くとプリヘイやアレクサンドロブナは「どうしてもあらかじめ話し合っておかなければならないことがあるからその方がかえって都合がよかった」と言った。 それから茶の話になって一緒に飲むことを誘われた彼女たちもまだ飲まないでラズミーヒンを待っていたのだったアブドゥーチャ・ロマンロブナが呼び鈴を鳴らすとオロフクのうさ苦しい男が現れたそして茶が注文されしばらくしてやっと茶道具が運ばれてきたが それが何とも汚らしい上に薄みっともなくて夫人たちは思わず顔をあからめてしまったほどであるラズミーヒンはこっぴどくアパートを罵倒しようとしたがルージンのことを思い出して慌てて口を押さえすっかり血どろもどろになっただから プリヘイリヘアアレクサンドロブナがやがて止めどなく質問の雨を降らせ始めた時は渡りに船と喜んだ問われるままに絶えず言葉を挟まれたり聞き返されたりしながら彼は45分もしゃべり続けてロシオン・ロマーナ市の最近数年の生活から知っている限りの重だった 必要な事実をすっかり伝えて、彼の病気の詳細な説明で話を結んだしかし彼は伏せておいた方がいいことはたくさん飛ばし特に警察署の一幕とそれに付随した出来事は黙っていた2人は彼の話をむさぼるように聞いていた そして彼がもうすっかり語り語終えて、もうこのぐらいで聞き手も満足してくれたろうと思った時二人にしてみれば話はまだこれからのような思いがしたのだった「ねえ話してちょうだいあなたどうお考えになりましてああごめんなさいまだお名前もお聞きしませんで」。 とプリヘイリア・アレクサンドロブナは気づわしく言った。ドミトリー・プロコフィチです。それでですね、ドミトリー・プロコフィチ、私どうしても知りたいのですけれど、だいたいあの子は、今ものをどんな風に見ているのでしょう、と申しましても、私の言う意味がお分かりかしら、どう申し上げたらよいのやら、 そうねそれよりはっきりこうお聞きした方があの子は何が好きで何が嫌いなんでしょういつもあんなにイライラしてるんでしょうかあの子はどんな希望を持っているのでしょうそれにいわば夢みたいなものがあるとしたらそれはどんなものかしら今あの子の心に特に動かしているのは何でしょう一口に申しますと 私が知りたいのはまあお母さんたらそんなにひとときにお聞きしてもどうして答えられましてとドゥーニャは注意した「ああ、情けないあんなあの子に会おうとは私全然夢にも思いませんでしたわドミートリー・プロコーフィチ」。 それはもう当然のことですよ。と、ドミートリー・プロコーフィチは答えた。僕には母はおりませんが、でもおじが毎年訪ねてきまして、そのたびに、と言っていいほど、僕を見違えるんですよ。顔を見てもわからないんです。利口な人なんですがね。だから3年も別れていれば。 それはずいぶん変わりますよ。それに何と言ったらいいでしょうかロジオンとはこの1年半ほどの付き合いですが彼はぶっすらして陰気で横平で傲慢な男ですそれに近頃はもしかしたらずっと前からかもしれませんが疑り深くなってふざぎ込むようになりましたおっとりして 人はいいんですがね感情を外に出すのが嫌いで気持ちを言葉に出すよりはいっそ非情で押し通すというようなところもありまた時には全然ふさぎの虫ではなくただ冷ややかで石みたいに無感動になることもあるといったふうで全く2つの正反対の性格が交互に混じり合っているようです。どうかするとひどく無口になってしまうことがあります。 忙しくてしょうがないのにみんな邪魔ばかりしているという様子をしながら「そのくせ自分は寝そべって何もしない」「皮肉屋ではないがそれもウィットが足りないせいではなくそんなくだらんことにつぶす時間がない」といった態度です「人の話はしまいまで聞かない」「何に限らずみんなが興味を持つことには決して興味を持たない」 恐ろしく高く自分を評価しているがそれも一応の理由はあるようです。さあこの程度でいいでしょうか。僕は思うんですがあなた方がいらしたことは彼にとってはきっと救いになりますよ。ああそうあってほしいですよ。ラズミーヒンの老者表にげんなりしてしまった。 リリヘイリアアレクサンドロブナは思わずこう叫んだラツミーヒンはやっとかなり思い切った視線をアブドゥーチャ・ロマードブナに向けた彼は話の間時々彼女に目をやったがチラとは知らせるだけですぐにそらしていたアブドゥーチャ・ロマードブナはテーブルについて 熱心に聞いているかと思うとまた立ち上がって例の癖で腕を組み唇を固く結んで室内を隅から隅へ歩き回り始めるそして時折足も止めずに考え込んだままぽつりと質問をするというふうだった彼女にも人の話をしまいまで聞かない癖があった 彼女は薄っぺらな生地で作った黒っぽい服を着て首に白い透き通るスカーフを巻いていたラズミーヒンはいろんな点から2人の夫人の身の回りが極端に貧しいことをすぐに見て取ったもしアブドゥーチャ・ロマノブナが女王のような身なりをしていたら おそらく彼は全然彼女を恐れなかったろうそれが今彼女の身なりがいかにも粗末で彼はそれをすっかり見てしまったせいか急に彼の心に恐怖が湧いて自分の言葉の一つ一つ動作の一つ一つが不安になってきたこれは人間にとって気詰まりなことはもちろんであり しかもそれでなくても自分が信頼できない場合なおのことであるあなたは兄の性格についていろいろとたくさん面白いことを言ってくれましたしかも公平にありがたいことです私はあなたが兄を尊敬していると思っておりましたのよとアブドゥーチャ・ロマーノブナは微笑を浮かべながら言った。 兄の身の回りに女の人がいなければならないというのも本当かもしれませんわね。と彼女は思案顔に付け出した「僕はそんなことは言わなかったがしかしあるいはそれもあなたのおっしゃる通りかもしれません」ただ「何ですの?」 彼は誰も愛しませんからね。おそらく永久に愛するなんてことはないでしょう。とラズミーヒンはズバリと言った。と言いますと愛する能力がないということでしょうか。ねえアブドゥチャ・ロバーノブナあなたはドキッとするほど兄さんにそっくりですね何から何まで。 と彼は自分でも思いがけなくうっかり口を滑らしてしまったがすぐに今彼女の兄についていったことを思い出してエビのように真っ赤になりすっかりうろたえてしまったアブドゥーチャ・ロマーノブナはその様子を見て思わず吹き出した。 ロうじのことはあなた方二人とも間違っているかもしれませんよ。とプリヘイリャ・アレクサンドルムナは二人の調子にいくらか巻き込まれて皮肉っぽく口を挟んだ「私は今のことを言うんじゃないがねゥーネチカ」「ピョートル・ペトロービチがこの手紙に書いていることそれと私とお前が想像していたこと」 それは間違っているかもしれないけどでもドリートミー・プロッポービッチがあれがどんなに空想ばかりしている子でそれに何と言いますかその気まぐれな子だったかあなたにはとても想像つきませんよあの子の性分はあの子がまだ15の少年の頃でさえ私をよくつかめなかったのですよきっとあの子は今でも誰一人 思いもよらないようなことを突然しでかすでしょうよ。あの子にはそういうところがあるんです。そうそう、古いことでなくとも、1年半ばかり前、ご存知かしら。あの、なんという名前でしたかしら。ほら、家主のザルミーツナさんの娘ですよ。その娘と突然結婚するなんて言い出しまして。 私はもうすっっっかりびっくりびくししてしまって、ま心配で心配で今にも死にそうな目に遭わされたんですよあのことについて何か詳しいことを知ってらして」とアブドゥーチャ・ロバーノブナが訪ねた「あなたはきっと」とブリヘイリア・アレクサンドロブナは熱心に続けた。 あの時あの子を思いとどまらせたのは私の涙私の愛がん私の病気おそらく死んでしまうかもしれないほどの私の悲しみ私たちの貧しさとお思いでしょ違いますあの子はどんな障害でも平気で踏み越えていったはずですでもあの子は本当にあの子は私たちを愛していないのでしょうか 彼はあのことについては一度も何も僕に語りませんでした。とラズミーヒンは用心深く答えた。だが僕は母親のザルニーズナさんの口から少しばかり聞いていることがあります。もっともこのザルニーズナさんにしてももともと口数の多い方ではありませんがでも僕が聞いたのは なんだか少し妙な気がしたんですが「まあどういうことですのあなたがお聞きになったのは」と2人の夫人が同時に尋ねたと言って別にそう特別変わったことではありませんが僕が聞いたのはこの結婚はもうすっかり決まっていてただ花嫁が死んだためにおじちゃんになったんだが。 この結婚には母親のザルニー・チャナさんもひどく反対だったということだけですよ。それに噂では花嫁はあまり綺麗でなかったとかつまりむしろ醜い方だったとかそれに病心でその上偏屈でしかしいいところも少しはあったようです。きっとあったに違いありません。でなきゃ全く理解できませんよ。 持参金も全然なかったそうですしもっとも彼はそんなものをあてにする男ではありませんが大体いいこういう問題ははたから鼻からわからないものですよその人はきっと立派な娘さんだったと私は思いますわとアプルーチャ・ロマンドムナは言葉少なに言って 申し訳ないけど私もあの時その娘さんが死んだと聞いてホッとしたんですよあの子が娘さんをか娘さんがあの子をかどちらがどちらをダメにしてしまうかはわからないにしてもねとプリヘイリア・アルクサンドロブナは言葉を結んだそれから用心深く遠慮しいし明らかにそれが嫌で たまらないらしいドゥーネの顔を絶えず盗み見ながらまたロージャとルージンの間の昨日の出来事を根掘り葉掘り聞き始めたその事件が何よりも彼女を不安がらせ震えがくるほど怯えさせていることは明らかだったラズミーヒンはまた改めて初めからすっかり物語ったが今度は自分の意見も付け加えた 彼はラスコールニコフが計画的にピョートル・ペトロービチを侮辱したことを真っ向から非難してもう病気を理由に彼を弁護するようなことはほとんどしなかった彼は病気になる前からこのことを考えていたんですよと彼は付け加えた私もそう思いますよ プリヘイリヘアアレクサンドロナはしょんぼりと打ちしおれていったしかしラズミーヒンが今度はひどく注意深く尊敬さえしているような様子でピョートル・ペトロービチのことを話したのにはびっくりしてしまったこれにはアブドゥーチャ・ロマノーブナも驚いた